してやっていこうという東亜平のプレーですね。そうですね、それのところコースをしてますね。そうですね、前半くっついていきたいんじゃないですかね。あのリーブンチとしてはなんとかですから、この流れをどっかでこう変えたいんですよね。そういうことですね。さあ注目の第3ゲーム、このゲーム、はい、流れを技で変えるか、はい、この間合いで変えていくか、間合いで変えるか、はい、この辺が見どころですね、はい、第3ゲーム、この東亜平が取りますと優勝が決まります。まずは李文飛、このレシーブはね、最初に第1ゲームのスタートで入りたかったわけですよね。そうなんですね、はい、非常に速い間合いで打ってきます。素晴らしい打球点です、はい、レッドです。レッドです。カウントはワンノール。速い、しかし何とも早い東亜平の打点、はい、もう 0.1 秒あるかないかというところですね。です、ええ、それだけ前で叩きます。振りました。今度のこの上がりっぱなはね、叩かれてくるんでね、時間が足らないんですよ。足りないんですね、もうちょっとだけ時間が欲しいわけですね。そういうことです。逆に言えばそういう展開に李文飛の方が持ち込めずにいま す, そうです。今のカットなんかはね、そういうふうに時間を稼いで相手のコートに送る技なんですね。ワンポイントリードして、今度はこちら李文飛のサーブです。4-2リードしました。どうしてもあのドライブが出てしまいますね。同点です。リードを取りました。こちら東亜平、東亜平が2ポイントリードしました。まあ、昨日混合ダブルスで優勝しました。今のプレーが出ます。混合ダブルスで優勝した劉偉が、まあ、団体ではコリアに負けたけれども実力は中国が上だと思うと、まあ、そういった意味で個人戦ではぜひとも雪辱を果たして頑張るんだというそんな話をしていましたけれども、まさに東亜平もそういった気持ちでしょうね。そうですね、さあ3ポイント差。何かこう李文飛がまだ、まだ自分の土俵でこう戦ってないなっていうそんな印象を受けるんですよね。まだもうその土俵で戦わせませんよと、こういうやり方ですよね。東亜平はね、そうです、一方的に東亜平のペースで試合が進んでいます。あ、これは入りました。見事、ナイスプレー、よく追いつきました。素晴らしいプレーでした。今のボールコースであそこに入るとね、ちょっと東選手も今のコースを攻めれなくなりますね、動揺しましたね今の1点でね、こういうところを一つのきっかけにしたいですね。そうですね、流れを変えるにはああいうプレーが、いわゆるファインプレーが出ないといかんですね。そうですね、はい、
7-9 です。ポイントは依然としてこちら中国のトウ・アヒョウ。李文飛のポイント、リードしている成果強気ですね。今のなんかは止めずに打ち返してますもんね。あ、なるほどね、はい、こういう勢いっていうのがやっぱり大切なんですね。9-0です。しかし依然としてこの卓球の間といいましょうか、そういうのはまだ投票のペースじゃないかと思いますけどもね。そうですよね、バカンド失敗。どうでしょうかね、この辺り2ポイント、ちょっとね、やっぱりまだ開き直れてませんね、リー・ブン選手にね。もういわゆる2ゲーム先に取った強みをこのゲームにも持ち込んできているという投票の戦いぶりですね、はい、ここでね、一気に離したい投でしょう。そうですね、はあ、ここをしのぎたいリー、はい、とにかく李文飛の方は前回中国の強豪に決勝で惜しくも3-1で敗れていますから、なんとかこの2回目の決勝進出で、まあ、初のこの優勝という。素晴らしい打ち合いでしたが、しかし投和票です。さあ3ポイント差になりました。こういう打ち合いをするとどうもやはり投和票の方が分がいいみたいですね。いいですね、何かもうあっちへこっちへと走らせたという。そうですね、本当にこの投票の場合はあのショートが武器なんですね、はい、このちょうどこの上背ですとね、まさしくこの打球点の卓球、打球点の速さの卓球、これに徹しないと世界では勝てない。なるほどね、ということは、まあ、自分の体に合った卓球をしているということですか。全くその通りです。ですからね、日本選手もね、こういう卓球に取り組んでいくようなのもね、ぜひ参考にしてほしいと思うんですけどね。そうですね、はい、とにかく身長は150センチでもこういう卓球ができるわけです。これは李文飛。さあ、その差2点です。12-14。1ゲーム目、2ゲーム目ともに投和票が取っていますが、今の李文飛渾身の力を込めました。鮮やか、これは李文飛もついていけませんでした。素晴らしいですね。勘というんでしょうかね、天性のものなんでしょうけども、もう鍛えられてあの上手くなったものなんでしょうけどね、はい、この辺が素晴らしいですね、はい、お、これはミス、出ました、アウトです。さあ16-12と4ポイント差になりました。李文飛が苦しくなりました。5点差、どうもいけません。李文飛逆に乗っております。こちら投和票、あと4ポイントでシングルスの女王の座。サーブが投票に変わります。このサービスでできればとどめを刺したいと思ってるんじゃないですか。そうですね、ですからね、強引に来ると思いますよ。もう少しぐらい低くてもね、はい、5本のうち4本ここで取るか。レッドです。一も初めて真ん中から出しますね。なるほどね、真ん中に出しました。さあ18点。しますと中国としてもこのシングルス7連覇ということになります。李文飛がミスを重ねる、逆に投和票得点を重ねて19-13。
さあいよいよマッチポイントです。中国の東亜彪、女子のシングルス優勝、マッチポイントを迎えました。20対14、取りました、東亜彪優勝。21対14、第1ゲームから第3ゲームまで全てこの東亜彪のペース、完勝です。いやー野平さん、はい、お見事、鮮やか、強い、強かったですね。強い、厳しいという感じですね。逆にこちらのリボン駅の方はどうでしょうか。全く自分の持ち味を出せずに終わりましたね。結局ね、打球点の速さの違い、コンマ2秒でしょうかね、1秒でしょうかね、この辺の違いで最後まで自分のペースに持ち込むことができませんでしたね。そうでしたね。あー嬉しそうです。初めてどうでしょうか、この試合東亜彪の笑顔が出たんじゃないでしょうかね。そうですよね、体は小さいけども、小さな体大きなチャンピオンというところじゃないでしょうかね。そうですね、はい、まあ、あ、いい笑顔ですね。あの団体戦で負けた時には本当にあの悔し涙をね、はい、あの表彰台の台上で流していましたけれども、はい、今度はこれは涙はありませんね、笑顔の優勝です。まあ、勝因と言いますと野平さんが先ほどおっしゃいましたけども、やはりこう速さの勝負と言いましょうか、はい、勝利と言いましょうか、そういうところが、はい、自分の卓球を徹して、コートから下がらずに、そして死守したというんですかね、はい、コートの自分の位置を、ね、守って、そして最後まで戦い抜いたと、はい、特にあの優勝を本来意識するセブンティーン・サーティーンから、ね、このサーブで相手のサーブに渡さないぞというこの厳しさというんですか、はい、この辺は、ね、やはり勝負の世界に生きる人は、まあ、あのとりわけ卓球選手見習う必要があるんじゃないでしょうか。最後まで気を抜かずに20点取っても、はい、なおかつとどめを刺しに行きましたね。もう何かこう最初から最後まで一気にいったというそんな感じでしたね。全くその通りです、隙がなくありませんでしたね。ありませんでしたね、はい、何かこうリブンヒに付け入る隙を全く与えさせるということは、もうリブンヒがもうどういうふうに攻めていいのか、なんか終始こう迷いっぱなしだったような気もしますし、そういうことですね、ですから僕はね、先ほども言いましたけども、第一ゲームの第一レシーブ、はい、これが全てだったように思いましたね。あ、はい、それが象徴してましたかね。そうしてみると、その一球といいましょうか、まあ、それは一球というのはどこの一球でその流れが変わるかというのは分かりませんけれども、もう今度のこの試合の場合は最初の一球が分かれたという分かれ目になったと思いました。あ、ここでレシーブミスしたら、これはこのまま行くんじゃないかなという感じ しましたからね。あ、そうですか。まあ、しかしこの東亜彪を改めてご紹介しますと、誕生日が1973年の2月5日ですから18歳ですね。身長が150センチで51キロ、18歳で、まあ、日本で言えば高校3年か大学1年か、はあ、まあ、そこらあたりなんですか。そういうことですね、ですからそこらでこの世界に出てチャンピオンになれるんですからね、あの体 で、ね、まあ、の身長とかね、技は別にしましてね、はい、ですから気迫、集中力、その技の駆け引きね、こういうのことをぜひ、まあ、テレビ通じて学んでね、日本もチャレンジしてほしいですね。そうですね、特にあの卓球の場合は相手との接触がありませんから、はい、体が小さくてもその太刀打ちできるというそういう利点がありますよね。そうですね、